事の国に。今回はこれ、100円ショップダイソーで購入してきた、税込み770円、超速充電器、ちょっと試してみたいと思います。最近僕は、60W、65W、そういった高容量の高速充電器ご紹介してきましたけど、それはパソコンとかタブレット、そういったものを充電する機会も結構あるからで、いや、スマホだけならこれでも十分、いけるんじゃないかと思って、今回買ってきました。で、これわかります？結構コンパクトで、それでいて税込み770円、かなりリーズナブルですよね。で、この商品は、はい、これエコラ事業部さんの商品です。で、こんなお安くてちっちゃいのに超速充電器、ダブルポート搭載でタイプ C とタイプ A、 PD20W とクイックチャージ 18W、 これに対応してます。はい、それでは開けていきますね。あ、で、このパッケージの内側、ここにも説明書いてました。で、背面はこんな感じ。仕様はこんな感じになってます。で、本体はこんな感じ。コンセントプラグが収納できるタイプになってます。にしてもかなり小さめ、こんな感じの充電器になってます。PD 対応のタイプ C ポート、クイックチャージ 3.0 対応のタイプ A ポート、エコラーって書いてます。これ質感わかりますかね？ツルピカと、つや消しと、本体も2トーンになっていて、いや、結構これ質感も悪くないんじゃないかと思います。それでは今回はタイプ C ポートを使って、僕のメインスマホ Mi11 Lite 5G、 今充電が 33% しかないんで、これを充電してみます。はい、いきますよ。せーの、プチュ。はい、高速充電きました。あれ、これわかります？急速充電にはなってますけど、時折オンオフ繰り返してますね。いや、確かに早いんすよ。はい、でも充電繰り返してますね。あれ、これ相性かな。ちなみにこれ OPPO A73、 これでは安定して 8.95V の 1.10A、 約 9.8W で充電できてます。はい、でもやっぱり Mi11 Lite 5G、 こっちは時折電源落ちるみたいで、はい、こんな感じ。やっぱりこのあたり、前にもカーチャージャーで経験したんですけど、Mi11 Lite 5G、ちょっと急速充電器、相性の良くないものがありそうです。ただそんな状態であっても、8.9V、2.2A、19.6W、急速充電はできてます。何かこれ、安全装置働いてるのか、ちょっとよくわかりませんけど、わからないことはわからないまま、いつも共有してるんで、このまま公開したいと思います。ということで今回、770円急速充電器、PD 対応のものを買ってみたんですけど、普段スマホしか充電しない、そういう方には今現在、まだこれぐらいの容量でも十分じゃないかと思いました。よかったらあまりご参考になりませんでしたけど、こんな感じでした。ではまた次回。